1992年エキサイトシリーズ日本武道館決戦を迎えました。副音声ハーレム実況ナイト、ザ・七里グリーン、 CC ガールズの皆さんとお届けしております。さあまずは超世代軍を迎えます。超世代軍を迎える日本武道館、川原俊明、小橋健太、菊池久良組のチームを迎え入れておりますが、場内はもう早くも手拍子が出ております。手拍子あふれ、さあやってまいりました。こっちオリジナル T シャツを今観客席に投げ捨てました。そして川田俊明やってまいりました。さあこの45分の一本勝負のシックスメンタッグマッチ、もう日本武道館は興奮のるつぼプロレス共有空間と化してまいりました。さあ CC ガールズさん、ジャイアントママさんをお迎えしますよ。もう CC ガールズも総立ちだ。早くも上り詰めている原田さんであります。ジャイアントママ、アンドレ・ザ・ジャイアント、ドリーファンクジュニア組を迎え入れようとしております。もうとどまるところを知らないこの日本武道館の盛り上がり。さあ人垣から頭一つ、そして二つと見えたジャイアントママがやってまいりました。ババナス、ドーラ、そしてその後ろがアンドレ・ザ・ジャイアントだ。どうだ、でかいだろう。存在が犯罪、歩く岩尾と言われております。このアンドレ・ザ・ジャイアントがやってまいりました。ドリーファンクジュニアさんですね。最高でしょ。早くもスタンディングポジションを取っています。リング上ご覧ください。ジャイアントババがいる、そしてアンドザジャイアントが動いている。今リングの中に入ってまいりました。大きいお尻だ、大きい胸だ、そしてなんといってもでかい顔、アンドザジャイアント。そしてその隣ジャイアントババで、お、ジャイアントババ今ゴミを拾いました。礼儀正しいジャイアントババゴミを拾っております。日の丸タイツ、よく覚えてね。はい、青春の握り拳、小橋健太だ。オレンジクラッシュいい男、青春の武将髭、川田俊明。今夜も無然としておりますこの男。すごい紙テープの量だ。戦う落ち武者、ザンギリ頭だ。ドリーファンクジュニア50歳、一人占め、アンドレ・ザ・ジャイアント、動きます、この男。馬場も上り詰めるぞ、今宵のシックスメンタッグマッチ。七色のテープが雨のように降ってまいりました。あの大きいお尻といい、お腹といい、顔といい、吹っ飛んじゃった。すごいでしょう、ね、小橋選手だって非常に大きい選手なんですよ。それが彼が子供のように見てしまう、この大きさです、アンドレ・ザ・ジャイアント。小橋健太をロープに振りました。ショルダータックル、おーっと、若干足腰に不安があるところです、アンドレ。さあそして爆弾小僧を引き上げてまいりました。かわしたかわした、菊池がダウンします。身長差、身長差50センチ、身長差50センチをどのように繰り返すのか。ほとんど大木に向かっている子供のようであります。子供とお父さんが遊んでるみたいですね。しかし両選手とも真剣そのもの、立ち向かっていく、懸命に立ち向かっている。ぶら下がってますよ。さあどのようにこの大きい男を攻略するんでしょうか。川田のキックが通用するかどうか。これ大きすぎて反則に近いですね。でもね、存在が犯罪と言われてますから ね体が狂気と言われてます。アンドレ・ザ・ジャイアント、すごいな。おっと投げるか投げるか、体重200キロ、体重200キロのアンドレ・ザ・ジャイアントを投げるかどうか、そんなバカなと言いたいところです。ヤシの見割りです。やはりこのか、足踏みつけ、体重200キロですよ。200キロ、指が折れんばかりでしょう。これはどうですか、お父さん。もうのれんに腕押しと申しましょうかね、なかなかこれ技が効くもんじゃありませんよ。ねえ、ロープに振りました。スピンキック、ドリーファンクジュニアダウン。カウントは1つ、カウントは1つです。さあブレインバスターの体勢か、ブレインバスターか、
いやバックに待った。そして胴締めスリーパーホールド、胴を締めている。そして上半身でスリーパーホールドで、これ締め技です、合体技です、複合技になります。あ、バーハザプいいぞババさん、うまいですね。いいですね今のババさん、すごい。ババさん今ちょっとニヤリとしてましたからね。ババさんの笑顔すごい素敵ですね。憎めない方です、ジャイアントババ。ブレインバスター、ブレインは脳みそ、はい、脳みそ砕きブレインバスター。キャンバスが大きく揺れます。このキャンバスというのはこのマットの下がね、木が敷いてあるんですよ、はい、で下かなり硬いんですよね。硬いですよ、これは痛いですよ、痛いですよ、ね、はい。さあドリーファンクジュニア、そして小橋健太であります。いやでも小橋さん、1週間前の鶴田さんと一騎打ちはすごかったですね、はい、あ、ご覧いただきました、ね、最後はバックドロップで破れてしまった、もう少しというところですね。もう急成長です、まだ彼は24歳ですからね、24歳。あ、そうなんですか。ということで、こちらの調査を見ますと青田さんと同い年ですね、24歳。じゃあ頑張ってほしいね。羊年ですか。そうですね、はい、羊の仮面をかぶった狼と言われてますからね。そのくらい武々しい男です、小橋健太。そしてまた小橋健太の必殺技がムーンサルトプレスと言いまして、はい、このコーナーポスト一番近い高いところから爆中一回転してボディープレスするというアクロバットのような技がありますのでね、ご注目いただきたいと思います。さあ菊池剛が出てまいりました。エルボーです。さあ菊池剛、もう顔を真っ赤にして頑張っております。大東文化大学のアマチュアレスリング部出身のこの菊池剛、仙台出身です。エルボーです。さあ返していきます。菊池剛、日の丸タイツの菊池。さあ45分の一本勝負、今10分が経過しました。菊池剛です。ロープに目いっぱい振りました。自ら走ってラリアット、あのラリアットという技はぜひ覚えていただきたいです、はい、ラリアットというのはですね、おっとこれがですね、有名な起き上がりチョボシコップ、起き上がりこぼしチョップと申します。起き上がりこぼしのようにチョップを放っていく。これ覚えてくださいね。カウントは2です。さあそして若武者小橋健太が出てまいりました。逆水平チョップです。目をつり上げて勇ましい表情と飛ばしラリアット、巻きつけるように打ってきました。そして DDT カウントは2。さあ小橋健太がこれギロチンのように首やる、ギロチンドロップですね。分かりやすいですね。そんなこのくらいでこの頭抱え込んでダメですよ。まだまだこれからですかね。さあそして社長が、社長嬉しそうだ、社長嬉しそうだ。ヤシの実割り、ヤシの実を割るようなね、相手の頭攻撃でね、ヤシの実割りです。覚えてくださいね。これは馬場選手の18番です。身長は2m9cm、 元巨人軍のピッチャーでありました。ジャイアントは、はい、ね、レッグラリアット、足でやるラリアットです。さあ小橋健太が何かを狙っている。さあ小橋健太、さあ決心の右腰、ムーンサルトプレスいきます。これです、これです、これ、ムーンサルトプレス、ジャストミー。どうでした、かっこいいでしょ。すごい、ムーンサルトプレスって言うんです、あれが月面宙返りのプレスですね。覚えましたか。さあ今度カードシャフト、顔面蹴りです。やだ、かわいい、ババさんがかわいそうだ、ババさんがかわいそうだ、ね、でもかわいそうだって言ってられませんからね。そう、これは勝負の道ですからね。そんなこんなこと言っていけないんですよ。ソフト向けに、あ、ババさんがもだいております。ババさんが苦しそうだ、ババさん投げられた。あ、ババさんも投げた、社長投げた、そしてトップロー、ギロチンドロップ、小橋健太、そしてドロップキック、ニードロップ。さあ菊池剛、呼んでトップロー、空中殺法、ヘッドバット、頭を落としていきました。逆らい倒し、カウントは2。ババさん絶体絶命のピンチ、ババさん絶体絶命のピンチ。頑張ってほしいな、ちょっと
馬場さんが困っております。さあどうするんでしょう。苦悶の表情ジャイアント馬場。ロープに振った。なんと16本キック。これが16本キックです。足の長さ40センチですからね。さあそしてザンギリ頭のドリーファンクジュニア、エルボースマッシュです。肘打ちを見せます。もう髪の毛がボサボサになってまいりました。おっと逆さ押さえ込み、極み手みたいな肘打ち、カウントは2、カウントは2です。さあかなりこの試合ねクライマックスを迎えてまいりましたので、ここから先見逃さないで、はい、フィッシャーマンズスープレックス。フィッシャーマンというのは魚取り、ね、はい、あのお魚取る人が、ね、こうやって網を巻くみたい、はい、あれに対してフィッシャーマンズスープレックスというんですね。はい、さあ菊池剛がオンザトップ、ミサイルキックかわされてしまいました。さあスピニングトーホールド必殺技、これです。ドリーファンクジュニア必殺技スピニングトーホールド。菊池ピンチスモールバッケージホールドでかわす。あ、逆に今度はカウントツー。さあ中低音ストンピングレイクが始まりました。青木さん足組んでる場合じゃないですよ。いいですか。さあ馬場さんが場外、あーバックに回った、ここにあった自らロープラステエルボー、もう一回走るドリーファンクフラフラ、あ足を捉えられた、まずいスピングトーホールド。菊池まずいどうだギブアップか、どうだ、川田がカットに入れるか、ギブアップ。すごいですね、テキサスブランコ。このようにギブアップで勝負ある場合もあるんですね。いやー凄まじい戦いでありました。最後はドリーファンクジュニア、今原さんが申し上げた通りテキサスブランコ、凄まじい魂の入ったバトルでありました。いやいやいや、いきなりのっけの試合からこの副音声ハーレム実況ナイト上り詰めてしまいますね。まだあと今夜2試合あるんですからね、もう皆さん汗一緒になるんじゃないかと思いますけど、さあただいまの勝負タイムが14分と48秒。最後はドリーファンクジュニアが菊池剛にスピニングトーホールドで勝負ありました。